はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、贈与契約549条から551条までを解説させていただきます。で、贈与契約も基本的な部分なので、しっかりですね、頭に入れてください。最後のこの部分、贈与の引き渡し義務、ここはちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、とりあえずは、理解していただけるんじゃないのかなと思います。で、まず、贈与契約ってどんな契約かというと、無償で、まあ無料でっていう意味ですね。無料で物をプレゼントする契約です。例えば私が持っている時計をあなたに無料であげるよっていう契約。これが贈与契約なんですね。で、この贈与契約っていうのは当事者の合意で成立します。で、当事者っていうのはあげる側、プレゼントする側の贈与者と物を受け取る側、プレゼントされる側の受贈者。この当事者2人の間での合意によって契約は成立するんですね。で、これっていうのは口頭であったとしても有効なんですよ。口約束であったとしても贈与契約は有効です。ただし、書面によらない贈与の場合、まあ、例えば口頭で契約していたという場合は、当事者はどちらからであったとしても原則解除ができちゃうんですね。例えばこの時計あげますよって口頭で約束しました。で、その後、あ、ごめんなさい、やっぱ時計あげるのやめときます。ちょっと解除させてください。と言ったら、それは解除できるという話なんですね。ただこれには例外があって、履行が終わった部分については解除ができないんですよ。つまり、先ほどの事例で言うと、時計あげるよって言いましたよね。時計あげる契約を結んだ後に、もう時計を引き渡してしまった。というのであれば、その後解除させてください。ちょっと返してくださいっていうのはできませんよっていうのがこの例外部分です。もう一つちょっと具体例出すと、例えば私があなたに対して100万円無料であげるよっていうふうに口頭で約束をした。で、その後もう20万円渡しちゃったといった場合、この20万円を渡したという部分が履行が終わった部分です。ここはもう解除できないので、20万円返してくださいって言ってもそれは返してもらえませんよっていう話なんですね。ただまだ履行が終わっていない80万円部分については、これは書面によらない贈与なので、ここの部分は解除することができるよ。つまりもう80万円は渡さなくてもいいよっていう話です。これがここまでの内容なんですね。じゃあ書面で契約をした、書面で贈与契約したっていうのであればどうなるかっていうと、もうこれは後で契約を解除することはできませんよっていう話です。で、続いて贈与の引き渡し義務の話なんですけども、贈与っていうのは無料であげてるわけですよね。例えば私がロレックスの時計を持っていて、ロレックスの時計無料であげるよって約束をして引き渡したと。で、その引き渡したものについてなんですけども、もしこれ欠陥があった場合どうなるのかというと、民法では物を特定した時の状態で引き渡すと約束したと推定するっていうふうに書かれてるんですよ。つまりロレックスの時計を無料でプレゼントするよっていう約束をした時に、もうすでにもう壊れちゃっていると、一部破損しているといった場合ですね、まあ、そういった場合であったとしても、これは贈与者側は責任負いませんよっていう話なんです。特定した時の状態がもう欠陥がすでにあるというのであれば、それをそのまま引き渡せば OK ですよ。それに対して私が、贈与者側が修理する必要、そういった責任はありませんよっていう内容なんですね。つまりこれは責任が一定程度軽減されているっていう話なんです。これは何と比べて軽減されているかっていうと、例えば売買契約とかと違うよっていう話なんです。売買契約の場合はちょっと別の動画で解説しようと思うんですけども、契約不適合責任っていうのを問われるんですね。なので売買契約の場合、売り主が持つ責任、売り主が負わなければいけない責任がちょっと重いんですよ。で、これはお金をもらって物を引き渡すわけだから、売り主はそれなりにやっぱ責任持たなければいけないですよね。だから売買契約の場合っていうのは、こういった契約不適合責任っていう責任を負わなければいけないんですけども、贈与契約っていうのは通常あげた側っていうのは責任を負わなくてもいい。今言ったように
ロレックスの時計が壊れていた欠陥があったとしても、それに対して責任を負わなくてもいいっていうような内容になっているんです。で、注意していただきたいのが、ここ推定って書いてあるんです。推定っていうのは、とりあえず一旦は今言ったような内容にしておきましょう。つまり贈与者っていうのは、責任は一定程度軽減されているんだよ、欠陥があってもそれは責任負いませんよっていうふうなルールにとりあえずしておきましょう。でも別の約束があった場合は、この内容が覆るんですよ。例えば贈与契約の時にちゃんと時計を修理して使える状態にして引き渡しますよっていう契約をしていた場合は、贈与契約であったとしてもその契約に縛られるんですね。その契約に従います。なので契約不適合責任を問われる場合があるということなんですね。なので契約不適合責任が問われるっていう話なんです。まあ、特段約束をしているというのであれば、その約束に従いましょうっていう話なんですね。まあ、こういった約束がない場合っていうのは、物を特定した時に欠陥があったとしても、その欠陥がある状態で引き渡せば OK なんですけれども、もし別の約束をしていたというのであれば、その約束に従いましょうっていう話です。この推定っていう言葉ですね、以前もどっか出てきたと思うんですけども、ちょっとここがややこしいんですよね。まあ、とりあえずは何の約束もしていないというのであれば、とりあえずこういった約束をしたとしておきましょう。一旦このようにしておきましょう。とりあえずは欠陥があったとしても、それは贈与者側、あげる側は責任を負わなくてもいいでしょう。でも別の契約をしていた場合は、このルールが覆りますよ。別の約束に従わなければいけませんよっていうような内容となっております。ちょっとここだけややこしいんですけども、何回か動画を見ていただければわかるんじゃないのかなと思います。まあ、ただこの契約不適合責任ですね、これまだ解説していないので、まだ勉強していない方は、そちらの動画を見ていただいた後に、この動画をもう一回見ていただくと、より理解が深まるんじゃないのかなと思います。で、上の部分ですね、これは基本的な部分なので、早い段階で頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。